プロ野球パリーグソフトバンク21から0楽天21日水穂ペイペイドーム画像5月19日試合終了時点のパリーグ順位表楽天は借金5で5位楽天が衝撃的な大差でソフトバンクに敗れました先発ポンセ投手が2回に8安打を喫し1イニング7失点さらに4回にはポンセ投手2番手 桜井修斗投手の2人で1イニング10失点。4回までに18失点を喫すると5回にも2点を奪われ、20失点。8回には海野隆選手にホームランを許し、この日は合計21失点となりました。この試合、ソフトバンク打線には3本のホームラン、4本の3ベースヒット、5本の2ベースヒット、合計23安打を許しています。 楽天が20失点を喫するのは、球団創設1年目の開幕2戦目、2005年3月27日ロッテ戦以来、当時26失点を喫した記録に迫る、球団ワースト2位の記録となりました。打線もソフトバンク投手陣を打ち込めず、ヒット5本で完封負け、攻守にいいところがなく敗れました。